違う。この音でもない。こんな曲では、あの夜の熱気には到底届かない。もっとだ。もっと研ぎ澄ませて、熱くしろ。ラッドウィーケンドを超えるための曲を作るんだ。もし実力がついたとしても、これまでのようにただイベントをやるだけじゃ難しいと思っている。一度消えかかった火をもう一度燃え上がらせるのは困難だ。チャンスもそう何度もないだろう。そこで役割分担をしよう。え？ラッドウィーケンドを超えるイベントをやるための壮大な下準備だ。まずはアキト、お前はオーディエンスに火をつけてこい。オーディエンスに？なるほど。ラッドウィーケンド越えに必要なことを一つ一つクリアしていくということか。オーディエンスに火をつける、アキトにぴったりの役割だ。きっとやり遂げてくれる。次にトーヤだな。あ、はい。お前の役割はトラックメーカーだ。え？ラッドウィーケンドを超えるとき、お前たちが歌う曲、そのすべてをお前一人で作ってもらう。すべての曲を、俺が、ですか？ああ、そうだ。当然だが、いいイベントにはいい曲が欠かせねえ。その上、お前たちはラッドウィーケンドを超えようってんだ。相応のクオリティが求められる。確かに、トーヤの曲はすごくいいけど、でも、全部一人でなんて、さすがに大変なんじゃ。なぜトーヤに全て任せるのか、それは順を追って説明していこう。まずはラッドウィーケンドをやった時、俺たちが作った曲について話すとするか。あの時の曲は俺たち3人で作った。これまでの思いを全て込めてな。これまでの思いを全て。ああ、ナギの最後のイベントで歌う曲だからな。俺たちが乗せられるもんは全部乗せた。その甲斐あって沸かすことができたってわけだ。俺たちも経験したことないほどのレベルでな。だからお前たちがラッドウィーケンドを超えようと思うなら、そういう曲を用意する必要がある。お前たちの全てを乗せた曲をな。あ、そういう曲が作れなきゃ、どれだけいいパフォーマンスができたとしても、あの熱狂は超えられねえ。絶対にな。確かにそれは理解できる。あの日の熱狂はケンさんたちの歌声だけで生まれたわけじゃない。あの胸揺さぶる曲があったからこそ湧いたんだ。それは映像で見ただけでも十分に伝わった。だが、俺にできるんでしょうか？確かに俺たちには強い思いがあります。ナギさん、ケンさん、タイガさん、昔から街にいる皆さん、その全ての思いを知った上で、背負って夢の先へ進むという覚悟をしました。その俺たちの思いの強さは、きっとケンさんたちにだって負けていません。ただ、俺がそんな思いをまとめ上げ、曲にできるのかというと。俺は、お前になら可能性があると思っている。
以前、お前たちが今まで作った曲をすべて聴かせてもらったが、東野の曲は何かが違う。歌詞を聴かなくても、音から伝わってくるものが多い。そんな感覚がある。これは俺の推測だが、子供の頃から他の人間とは違う特別な形で音楽に触れてきたからだろう。その経験がこういった曲につながっている。俺はそう見た。あ。決して漫然と弾くな。作曲した人間の背景、意図、その感情まで想像して演奏しろ。もちろん、東野だけじゃない。おのおの曲に思いを込めることはできている。だが東野なら、お前たち全員の思いを、たとえそれがとてつもなく大きく複雑なものだったとしても、一つの音楽としてまとめられる可能性が高い。確かに、前に青柳くんの曲を聴いた時も、いろんな思いを感じられた気がするね。そうだね。私たちが今まで作った曲でやれないのは、やっぱちょっと残念だけど。東野の曲なら思いっきり、私たちの思いを届けられると思う。うん。しかし、無茶をやろうとしてることに変わりはねえ。厳しい課題になるが、やれるか。やります。ケンさんたちが作った曲を超える。俺が作ることでその可能性が生まれるなら、やるしかない。そう思います。お互い、苦しい戦いになりそうだな。だが、任せたぞ、東野。頑張って、青柳くん。っていうのが、これまでの私の思いかな。なるほど。白石はそんなことを考えていたのか。うん。まあ、ナギさんとみんなを合わせたいっていうのは、結局叶わなかったけど。でも今は、天国まで響くように歌おうって思ってるよ。みんなと一緒にね。そうか。改めて、白石の思いがよくわかった。ありがとう。どういたしまして。どーんと曲作りに生かしてよ。ああ。最後は、あずさわの話を聞いてもいいか。うん。みんな精が出るわね。飲み物のおかわりは大丈夫？あ、メイコさん。わざわざありがとうございます。結構長い時間居座ってすみません。いいのよ、みんなが頑張ってる姿を見れるのが嬉しいのも。メイコ、来たよ。今日の日替わりデザートは何アイス？あれ？おお、今日はみんな勢ぞろいだね。タイミング良かったな。カイトさん、お邪魔しています。あれ？なんだかノートに祈りの書いてるけど、何やってるの？実は。じゃあ、東野くんが曲を全部作ることになったの？はい。正直、まだ不安はありますが、できることはすべてやろうと思い、まずはみんなの話を聞かせてもらっているんです。みんなの話を？みんながこれまでどんな思いでやってきたのかを聞いて
曲に込めたいんですって。真面目な東亜くんらしいわよね。なるほどな、確かに東亜くんらしいな。ちなみにそのノートって見せてもらえたりする？俺は大丈夫だが。うん、私も大丈夫。まあカイトさんだしな、問題ないだろう。ありがとう。まあこれ年表みたいになってるんだね。今のところそれが一番みんなのこれまでの思いをうまくまとめられると思ったんです。いつ何がきっかけで歌おうと思ったのか、ラッドウィーケンドに出会ってからどんな気持ちでどんな行動をしてきたのか、改めて整理していくといろいろな発見があってとても参考になりました。なるほどなるほど。アキトくんは中学時代歌を始めようと決めてからは動画サイトを参考に。おい、そこまで書かなくていいって言っただろ。すまない、詳細があった方がイメージが湧きやすいと思って。こういうところもすごく青柳くんらしいよね。まあそれは確かにな、何でも本気で向き合うっつうか。本気で向き合わなければいけないと思うんだ。みんなの思いを曲に込める必要があると知った時、俺は誰かの思いを自分の思いのように感じ、曲に込めることができるのだろうかと思った。自分のものではない思いを表現するのはどうしたって難しい。みんなの思いを自分のものとして感じられるように、話を聞いて自分なりにまとめていこうと思ったんだ。どうや、そんなことまで考えてたんだ。本当に、どうやらしいな。これならきっと大丈夫だね。え？さっき、正直まだ不安って言ってたけど、不安に思う必要なんてないよ。東亜くんは、こんなにみんなの思いを大事にしようって思って、ちゃんと行動できてるんだからさ。曲作るなら、僕も相談乗れると思うからさ。いつでもバンバン聞いてほしいな。頼れるアドバイザーだと思ってね。はい、ぜひよろしくお願いします。あ、そろそろ話の続きに戻らないとな。あずさはいいか？うん、私はあんちゃんたちと違って音楽について話せることは少ないけど。いや、そんなことは決してないと思う。さっきも言ったが、どんな小さな思いも今のあずさわにつながっているんだ。だから何でも話してほしい、これまでのあずさわの思いを。わかった、ありがとう。それじゃあ。ラッドウィーケンドに出会った時の衝撃と興奮。あの夜を超えてみせると胸に誓った時の高揚感。その過程で何度も挫折して生まれた自責の念。音楽という新しい世界に飛び込んでいった時の期待と不安。そして、必ず超える。
夢の先に行くという決意。よし、みんなの思いをどう音にしていくか構想はまとまった。あとは実際に作っていくだけだ。だが難しいのはここからだ。以前相馬さんにいろいろなことを教えてもらったが、それでも俺にはまだまだ作曲の知識も技術も足りていない。そこについても勉強しながら作っていかなくてはな。練習もあるから時間が足りず大変だが。あ、そうか。知識ならば。使えそうな作曲の本はこれぐらいだろうか。読んだらすぐ父さんの書斎に戻しておかなくては。ストリート音楽とクラシック音楽の作り方はだいぶ違うものだが、それでも何か参考になるはずだ。クラシックによって培われた感性も今の曲作りに役立っているのだからな。部屋に戻って読むとするか。しかし、これは徹夜になりそうだな。ここは、音をもっと熱くしたい。ラッドウィーケンドを初めて見た時の感動のような、大きな衝撃を感じてもらいたいからな。どうにか一曲目が形になった。よし、頭から通して聞いてみよう。悪くはない。込めたい思いも表現できていると思う。だが、どうにも物足りなさを感じる。ラッドウィーケンドの曲は、どの曲も俺たちの胸を熱くした。全身から熱気が湧いてくるような、そんな感覚すら覚えた。しかし、今作った俺の曲では、その感覚からはほど遠い。どこか軽いというか、熱く押し寄せてくるものがない。無難なものになってしまっている。以前、相馬さんにトラックメイクを教えてもらった時に、力強い音の作り方、この大切な思いの込め方は、つかめたと思っていたが、どうする？これを調整していくという手もあるが。いや、作り直そう。この曲では、ラッドウィーケンドは超えられない。最初からやり直した。くぅ。あれからアプローチを変えて、何曲も作ってみたが、どれも足りない。あの時のような熱気を感じない。一体、何が原因なんだ？本当に、俺にできるのだろうか。一曲目からこの調子では、すべての曲を作ることなんて。いや、そんな陽気でどうする。ケンさんもみんなも、俺に期待をしてくれているんだ。何としても作り上げなければ。帰ったぞ。あ、父さん。いつもより遅かったな。そういえば、今度ホールでコンサートをやると言っていたか。となると、その準備で忙しいのかもしれない。父さんの曲も演奏すると言っていたし、その調整も。あ。父さんなら、この曲をどう感じるだろうか。父さん自身、演奏家であると共に作曲家だ。もしかしたら、作り手として、この曲の問題点を見抜いてくれる可能性が。いや、父さんはまだ俺たちの音楽をよく思ってはいないだろう。聞いてくれるかどうか。そもそも
父さんに聴いてもらうほどの曲になっているかというと。いや、ダメでもともとだ。今は手段を選んでいる場合じゃない。父さん、帰宅して早々すみません。今、少しいいでしょうか。なんだ。明日の準備があるから、手短に話せ。俺が作った曲を聴いてもらいたいんです。お前の曲を？はい。実は、今イベントの曲を。断る。お前は私と違う道を進むと決めたのだろう。今さら意見を求めてどうする。そう言われるとは思っていました。ですが、それでも聞いてほしいんです。俺は一人の表現者として父さんがどう感じるか意見が聞きたいんです。今俺たちはとても大事なイベントの準備をしています。これがうまくいかなければ、夢が叶わなくなるかもしれない。そういう、全員の人生において大事なイベントです。そんなイベントで、みんなが俺に曲作りを任せてくれました。だから俺は、この曲を何としてもいいものにしなければならない。お願いします。一言でもいいので、意見をください。お前の曲ならば、すでに聴いている。え？何度か部屋のスピーカーで流していただろう。家の中で聞き慣れない音が流れているのに、私が気づかないと思うか？あ、すみません。それで、その、曲はどうでしたか？評価するに値しない。え？お前の曲からは誇りを感じない。以上だ。父さん！誇りか。確かに一度。たもとを分かっておきながら教えを請う姿は、父さんにとって誇りのないものに見えただろう。もしかすると、そういう自分の曲に自信が持てないという感情が、曲にも現れてしまったのかもしれないな。いや、落ち込んでいる場合ではない。あの熱さを生むためにできることはないか。もう一度、一から探っていこう。あの暑さに届かないか。ああ、みんなの思いを乗せきることができれば、あの暑さに届くのではないかと思って試行錯誤しているんだが、どうにもうまくいかない。今でも十分いい曲だけどな。そうか、ありがとう。だが今のままではまだ軽い印象がある気がするんだ。この曲では俺たちの覚悟を感じてもらいたい。だからもっと力強さを出したいんだな。それならサビ前にだんだん上がってくようなフレーズ入れるのはどう？なるほど、確かにその手はあるな。あとは A メロからテンポ上げちまうのもいいかもな。前半は勢いつけて調子上げてく感じにして。曲全体のクオリティはかなり上がってきてるし、トーヤくんが表現したいことも伝わってはくる。でもやっぱり
ラッドウィーケンドの曲と比べると、まだ聴く人を突き動かすような熱さが足りないかもね。やはり、カイトさんもそう感じますか。そうすると、まずはラッドウィーケンドの曲を分析してみるのがいいかもしれないな。分析して、ケンさんたちの曲の強みが分かれば、自分の曲にも活かせるかもしれない。あ、そういうことなら、僕も手伝うよ。え、本当ですか。ありがとうございます。音を一から変えてもダメだったか。思い浮かぶ手はもう。しかし。おい、トウヤ、話聞いてるか。あ、すまない。何の話だ。何でもねえよ。ただの雑談だ。お前があんまり思い詰めた顔してるからな。そうだったのか。気を使ってくれたのにすまない。気にすんな。今は全員そういう時だしな。俺も正直、行き詰まってるっつうか。突破口が見えねえ。そうか。だが、やるしかねえ。どんなに先が見えなくても、進むしかねえんだ。そうだろ？あ、そうだな。くっ、あの暑さに届かない。その原因が何なのか、いろいろな角度から考えた。テンポも、音の配置も、何通りも試してみた。音源に問題があるのかもしれないと、素材の見直しもした。加えて、クラシック以外の作曲技法も勉強した。いや、付け焼き刃の知識で作っているからか。だが、技術的な面は、カイトさんも見てくれて、それが大きく誤っているとも思えない。俺がみんなの思いを、背負っているというのに。なぜ届かない？一体何が原因なんだ？まるで、暗闇の中だ。手を伸ばしても、どこにも手応えがない。このままでは。答えることができない。俺に曲作りを任せてくれた。みんなの思いに応えることが。もしそうなってしまったら。もう無理だ。俺には。できない。父さんたちの期待に応えることは、できないんだ。くっ。そんなことにはしない。もう二度と、逃げはしない。何としてもみんなの期待に応え、作り上げてみせる。原因がわからないなら、もっと深くまで探ればいい。あらゆる可能性を考えろ。必ず、まだ試していないことがあるはずだ。もう一杯もらえるか。トウヤはまだ寝ているのか。部屋で食べているのか。行儀が悪いな。
おはようございます、父さん。トウヤ、お前、寝ていないのか？いえ、寝てはいます。パフォーマンスに影響が出るので。母さん、ミネラルウォーターのペットボトルはあるだろうか？飲み物を取りに来る時間がもったいなくて。あ、心配をかけてしまって申し訳ないが、ただ、今はどうしても、やらないといけないんだ。わかった。もう一度、もう一度、最初からだ。できるまでやり続けるんだ。そうでなければ失望させてしまう。父さんを、母さんを、期待してくれたたくさんの人。だが、いつまで続けなければならないんだ。いつまで続ければ期待に応えられるようになるんだ。俺には、できないんじゃないか。その程度か、お前は。夢、か。最近、こんな夢ばかりだ。まるであの時に戻ったような、生々しい感情まで蘇ってくる。いや、今はそんなことを考えている暇はない。やらなければ、せめて一曲だけでも完成させないと。あ、母さん、どうかしたのか？ああ、ありがとう、母さん。だが、今は。だが。いや、そうだな。休憩がてら、散歩に行ってこようと思う。心配をかけてしまって申し訳ないな。だが今は1分1秒が惜しい。できる限り曲のことを考えていたい。家で作業できないなら、やはり。よし。メイコさんのカフェで作業の続きをしよう。もしかしたら、カイトさんもいるかもしれない。まずい。寝不足のせいで、めまいが。ダメだ。こんなところで、休んでいるわけには。トーヤくん？この声は、メイコさん。しゃがみ込んでどうしたの？もしかして、具合が悪いんじゃ？いえ、大したことはありません。少し、休んでいれば。
ダメよ。そんなフラフラなのに見過ごせないわ。ここに座っていて。今、お店から飲み物を持ってくるから。そんな、わざわざ。トーヤくん、言うことを聞いてちょうだい。はい。わかりました。ふん。ありがとうございます。メイコさんのお菓子と紅茶のおかげで、だいぶ落ち着きました。よかったな。やっぱり寝不足だったみたいね。落ち着いたら、一度戻ってちゃんと寝るといいな。回復したら、またお店に来てちょうだいね。はい。重ね重ね、ご迷惑をかけてしまってすみません。いいのよ、これくらい。でも、そんな風になるまで根を詰めるのは、感心しないわね。やっぱり、曲のことで悩んでいるの？はい。今度こそうまくできたと思っても、ケンさんたちの曲と比べると、熱さが足りないと感じてしまって、その原因が何なのか、考えても考えても、わからない。そういう時は、スタート地点に戻ってみるのがどうかしら。スタート地点ですか？そう。曲を作り始めた、最初の時の気持ちに戻ってみるの。確か、トーヤくんは、みんなの思いをノートにまとめていたわよね。あ、はい。今も、ここにあります。じゃあ、それを、もう一度見てみるのがどうかしら。答えが見つからなくて焦る時こそ、原点に立ち返ることって大事だと思うの。なるほど。確かに、最近はずっと、あの暑さに届かない理由は何なのか、何が足りないのか、ということばかり考えていた。しかし、こうして一度視点を戻すことで、新たな発見もできるかもしれない。わかりました。やってみようと思います。ねえ、トーヤくん。もしよかったら、私も見せてもらってもいいかしら。え？カイトが見せてもらっていたでしょ？実は私も、ちょっと見たいなって思ってたの。ええ、もちろんです。メイコさんならみんなもきっと大丈夫だと言うでしょうから。へえ、二回目のステイゴールドの時、コハネちゃんは、自分を信じてくれるアンちゃんを信じようって思っていたのね。はい。それがとても記憶に残っているようで。なので、その時の思いを曲に込めようと思ったんです。ふふ。どんな音につながるのか、今からとっても気になるわ。それにしても、このノートには、本当にたくさん、みんなの思いが詰まっているのね。はい。なので、このノートの内容を取り込めば、いい曲ができると思っていたんですが、どうにも、うまくいかなくて。ねえ、トーヤくん。このノート、コタネちゃんの思いも、アンちゃんの思いも、アキトくんの思いも、とても丁寧に書いてあるけれど、トーヤくんの文は、ほとんど書いてないのね。え？ああ、確かにそうですね。ですが、俺の思いは、もう自分でわかっているものですし、わざわざ書き出すほどでは。そうかしら。トーヤくんの思いだって、曲に込める大事な思いでしょ？ならみんなと同じように、トーヤくんもこれまでの思いも、書き出してみた方がいいんじゃないかしら。俺の、これまでの思いを、俺には、
俺にはできないんじゃないか。トーヤくん。いえ、何でもありません。本当に？また体調が悪くなったんじゃ。いえ、そういったわけではありません。その、これまでの自分を振り返ると、どうしても、いろいろと思い出してしまって。いろいろと？はい。胸を張って話せるようなことではないんですが。そういったことについても、振り返ってみたら？誰かに話すことが難しい、トーヤくんも思い、もしかしたら、それが曲作りに関係しているかもしれないな。確かに、思いを込めようと思うなら、自分自身の思いも振り返った方がいいですね。ありがとうございます、メイコさん。その方法、今日これから試してみようと思います。ええ。頑張って、トーヤくん。でも、またフラフラするかもしれないから、振り返る前に、ちゃんと寝るのよ。はい。心配してくださって、ありがとうございます。誰かに話すことが難しい、トーヤくんも思い、もしかしたら、それが曲作りに関係しているかもしれないな。振り返るんだ。これまでの日々を。この曲を作り上げるためにも。3歳の時、初めてピアノに触れた。記憶はおぼろげだ。けれど、あの時の音は覚えている。俺が鍵盤を押すと、ただ平坦な音がした。けれど父さんが、一つ優しく押すと。生涯忘れられないような、美しい音がした。静かに輝く木漏れ日のような、穏やかに吹く風のような、あの時はどうしてなのか不思議に思ったものだ。同じものに触れているのに、なぜこんなにも違う音がするのだろうと、とても不思議で、この楽器にもっと触れてみたいと思ったんだ。そしていつか父さんのように美しい音を弾いてみようと。それが俺と音楽との出会いだった。そしてこの日から、苦難の日々も始まった。違う。もう一度だ。できるまで寝られると思うな。父さんは本当に厳しい人だった。兄さんたちの練習風景も覗き見していたから、分かってはいたことだったが、父さんの厳しさは想像以上だった。ピアノの前に立つと、今もあの時の緊張感が蘇ってくる。けれど。
どうや。今日の演奏は悪くなかった。しかしこの程度で満足するな。音楽とはお前が思う以上に深く広く果てなどない。だがお前ならいつかはその真髄がわかるかもしれんな。嬉しかった。父さんに初めて悪くないと言われて、お前ならいずれはわかるかもしれないと言われて、だから俺はその期待に応えたかった。本当に応えたかったんだ。けれどそう思えば思うほど指は重くなっていった。終わりの見えない練習の日々、強いプレッシャーに押しつぶされそうになるコンクール、そしてついに限界が来た。もうできないだと？何をバカなことを言っている。無理です。俺はもうこの生活に耐えきれません。毎日毎日何もかもを手放して同じ部屋でひたすら弾き続けて、父さんが期待してくれていることは分かっています。期待してくれているからこそ高い要求をしていることも。ですが、ですが、俺はもう。その程度か、お前は。え？そんなくだらない理由でお前は全てを投げ出すのか。父さんに、父さんに俺の何がわかるって言うんだ。俺は俺の人生を生きたいだけだ。普通の人たちと同じようにまだ触れたことのない多くのことを経験したい。ただそれだけなのに縛られて生きるのはもう嫌なんだ。トウヤ、俺は逃げた。父さんたちの期待を裏切って逃げたんだ。逃げたと思う必要はないと、そう言ってもらったこともある。クラシックのことも今はもう肯定的に思えると思っていた。だがあの時の痛みは今も確かに俺の胸に残って、そのせいなのか。この負い目があるから、俺は、叶わないと、思ってしまっているのか。大切なものを捨てて、逃げて、諦めてしまった自分では、ケンさんたちの覚悟に、叶わないと、そう、無意識に思ってしまっている。そう考えると、父さんの言葉の意味も、わかる。お前の曲からは、誇りを感じない。当然だ。俺は、俺自身を、逃げた人間だと思っている。誇ることができていない。いい曲になど、なるはずがない。ケンさんたちのように、覚悟を持って曲を作ることができないのだから。いや、いや、だがそれでも、それでも俺は作らなければならないんだ。みんなとラッドウィーケンドを超えるために。けれど、どうすればいい？過去を変えることはできない。ならばどうあがいても、俺の中からこの負い目がなくなることはない。負い目が消えない限り、俺は。どうして、どうして俺は、あの日、逃げてしまったんだ！俺は！
どうした？大声を上げて。入るぞ。ゾウさん。どうして？ドアはしっかり閉めろ。声が漏れていたぞ。すみません。まあいい。部屋も荒れているな。少しぐらい片付けたらどうだ？はい。どうして父さんが俺の部屋に？クラシックをやめてから父さんが俺の部屋に来ることはほとんどなかった。なのに、どうして今？いや、これはチャンスかもしれない。父さん。なんだ？もう一度お願いします。父さん、俺の曲に意見をください。あれから少しはマシになったのか？いえ、試行錯誤はしてきましたが。無意に時間を過ごしたというわけか。無意に過ごしたわけではありません。どうにかしようとあらゆる可能性を考えました。そして今うまくいかない原因も分かりつつあります。ならばその原因とやらから考えればいいだけだろう。考えましたけれど、どうしても行き詰まってしまって。だから父さんに聞いてもらいたいんです。俺にはもうそれ以外他の方法が思い浮かばない。呆れたな。それはただの思考の放棄だろう。放棄なんてしていない。俺はどんな手を使っても仲間の期待に応えたいだけです。もう嫌なんです。あの時のように逃げるのは。そう思っているのに俺に付きまとう負い目が道を阻んでしまう。一度音楽から逃げた自分では仲間の覚悟を背負うにふさわしくないと、そう思ってしまう。トーヤ。その思いが、負い目が、どこまでもついてきて、どれだけ曲を作り直しても、ケンさんたちの曲に届かない。ケンさんたち？俺たちが超えようと思っているイベントを作った人たちです。ケンさんたちは、大切な仲間が病気でこの世を去ることを知って、その仲間の最後の意志を残すために仲間を集め、曲を作り、イベントを開きました。その歌は、そしてその曲は、どこまでも熱く、俺たちの胸を打ちました。それを超えるような曲を、俺は作らなければいけないんです。作れなければ、俺たちの夢は、もうここで終わってしまうかもしれない。だから、どんなことでもいいんです。意見をください。父さんの意見を。追い目がついてくるか。だからあの曲から誇りを感じなかったというわけか。問題なのはお前のその認識かもしれないな。え？
確かにお前は逃げた。それは事実だ。そして、過去を変えることはできない。だが、私はお前が持っていないとは思わない。持って。そうだ。そのケンさんたちとやらに匹敵する武器を、お前が持っていないとは思わないと言っているんだ。それは、買いかぶりです。父さんはケンさんたちを知らないから。だとしても、お前が遅れを取るとは思わん。それは、どうして？お前は捧げてきただろう。クラシックに。お前の人生における最も大切な時間を。12年間だ。お前は12年間をクラシックと共に生きてきた。朝から晩まで。遊ぶ間も、寝る間もなく。あ。けれど、それは。そうだな。お前が望んだ生活ではなかったかもしれない。いつかお前が吐き捨てたように、普通の生活とは言えないものだからな。だがそれでも、かつてのお前は、クラシックという音楽に人生を捧げていた。ただ、真剣に。人生を。そうだ。確かに。俺は。違う。もう一度。ごめんなさい。もう一度だ。でも、もう指が。ダメだ。もう一度。できるまでだ。はい。ようやくできるようになったか。今日のレッスンはここまでだ。夕飯を食べに行くぞ。あ、でも。どうした？確かに、今、最後まで弾くことはできました。でも、今のは思ったような綺麗な音じゃなくて。だから、その、もう一回、弾かせてもらってもいいですか？いいだろう。俺は、あの生活の中で確かに、ただ、音楽と向き合っていた。だというのになぜだ。なぜお前は、逃げたことばかりに目を向けて卑屈になる。それは。その程度か、お前は。それは。俺が、父さんたちの期待や、裏切って。確かに私は、お前に期待していた。お前の演奏を聴き、いつか音楽の真髄に触れるかもしれないと思ったこともある。そして、お前が違う道を選んだとき、失望に似た感情も確かに芽生えた。だが、お前にとっては本当にそれが全てだったのか？お前にとってクラシックと共に歩んだ日々は、ただ苦痛と裏切りだけでできたものだったのか？それは。それは。私は、クラシックに人生を捧げてきたお前の日々を、美しく、誇らしいものだと思っている。え？あの日々は、
どんな結末を迎えたとしても、決して後ろ暗いものではない。いや、逆だ。あの日々は、失われることのないお前だけの誇りだ。相手がどんな人間だろうが、どれだけ音楽に人生を捧げていようが、お前は戦える。それだけの過去を持っている。私はそう思っている。少し長居しすぎたかもしれないな。私は戻る。部屋は片付けておけ。裏切り、逃げた過去は消せないと。けれどこの過去は恥ずべきものではなかったのか。昼も夜もなく、ただひたすら音楽と向き合った。高熱を出した時も、腱鞘炎になった時も、頭の中で何度も弾いた。音楽のことを考えなかった日はない。そう断言できるほどずっと考え続けた。俺は幼い頃から人生をかけて音楽と本気で向き合っていたんだ。この過去だけは決して変わらない。そしてこの過去があるなら俺は戦える。ケンさんたちの覚悟にだって渡り合ってみせる。よし。プレイヤーの準備、できたよ。ありがとう、白石。みんなも、準備はいいか？うん。どんな曲なんだろう。今はまだ、完成しているのはこの一曲だけだが、俺たちのすべてを込めた曲だ。そう言い切れる。そうか。じゃ、こっちも本気で聞かねえとな。聞かせてくれ、トウヤ。はい。では、流します。音が。すっげえ、頭からふわっと広がって、あ、あの時だ。ラッドウィーケンドを初めて見た時のあの感じがする。心臓がギュって掴まれたみたいになって、思いっきり声出したくなる、あの感じ。ああ、俺を熱くするもんが間違いなくここにある。そう思わされる。うん、肌がピリピリするくらい
トウヤ、お前よくこんなすげえもん作ったな。ああ、本当によくここまで仕上げた。ここまでのものにするには相当苦労しただろう。はい、正直無理なのではないかと何度も思いました。ですが、逃げ出しそうになった自分をつなぎ止めてくれたものがあります。つなぎ止めたもの？あ、過去の必死に音楽と向き合った自分だ。どんなに苦しくても音楽とクラシックと向き合い続けた日々が俺に力をくれたんだ。この曲を作っていて改めて感じた。これまでの俺の全ては無駄ではなかったんだと。そうか、よく頑張ったな、トウヤ。私、この曲なら絶対ラッドウィーケンドに負けないって思う。ううん、私たちがラッドウィーケンドに挑む曲は絶対これだって思う。私もそう思うよ、トウヤ。この曲は私たちの最強の武器になるよ。ありがとう、みんな。その顔を見ることができて、俺は本当に心から嬉しく思う。今日も連絡はないか。当たり前か。あいつはもう。とにかく俺はもうこの夢から降りるよ。自由になったんだからな。お久しぶりです、相馬さん。青柳くん。いらっしゃい。また来てくれて嬉しいよ。座って座って。ありがとうございます。では失礼します。その後調子はどう？前に諦めないでやっていくって話してたけど。今日はそのことについて話があるんです。え？俺たちは次のイベントでラッドウィーケンドを超えます。え？次のイベントでって。ケンさんが力を貸してくれることになったんです。その後しばらく特訓を重ねて、様々なことを学んで、俺たちは進んできました。今ならきっと、ラッドウィーケンドも超えられる。それで、よければ、この曲を聴いてもらえませんか？それ、もしかして、青柳くんが？はい。ラッドウィーケンドを超えるために作りました。聞かせてもらいたいな。これは。トーマさん。あ、ごめん、みっともないところ見せて。なんだろう、うまく言えないんだけど、あいつと約束した日のことを思い出して。見に来てください、トーマさん。俺たちは次のイベントで必ずラッドウィーケンドを超えます。すべての思いを背負って。ああ、必ず見に行くよ。
うだった？トヤ。あ。わざわざ待っていてくれたんだな。うん。私たちも気になったから。まだ、相馬さんと遠野さんがどうなるか、はっきりとしたことはわからない。しかし、俺たちの思いは伝わったと思う。じゃ、問題はねえな。あとは進むだけだ。あ、すべての過去を糧として、ただまっすぐに進もう。あの壁を越えるために。